こんんにちはさ30話は非常に短くまとまっててよろしかったんじゃないかなと思います例えばね自分の思いつくことをまあずっと喋っていくよりも今日は5分以内に言いたいことを全部まとめようと思うとそれなりに起承転結そしてクライマックスっていう風に組み立てられるもんなんですよねでも自分の言いたいことが終わった時が終わりなんだって思っちゃうとこの作業が終わるまでは仕事なんだっていうのと同じようにね えー、やっぱこうケツが長くなっちゃうんですよねで私の考え方っていうのは逆算方法なんですけどもいついつまでに終わりたいから始めるのがここだよねとかねそういう風にしていくんですよでもしくは絶対にここで終わりたいと思ったらそこでやめますね、えーまあ、そうやっていかないと時間っていうのは限りがありますから所詮こんなこと一生懸命やるものなのかなっていう風うに、まあ、割り切ることも大事かなと思ってるんですよねただ予定 通りに終わらなかったことはほぼないかなと思います。それはなぜかというと、やっぱり終わる時間を決めてるってところがあると思いますよね。終わる時間を決めていれば、むちゃくちゃ効率的に。進めることにもなりますし、まあ、あんまり好きな言葉ではないんですけども。まあ、コスパよく進めるってことなんですよね。まあ、これなんで好きな言葉じゃないかというと。コスパの悪いやつにかけて、コスパコスパって言い続けて、結局良くならないからなんですよ。ずいぶん軽い言葉だなと思うんですけども。そもそもそんなことを考えなくても、きちんと。 思った通りに終わるレベルがあればねそんなことこだわなくても大丈夫ですし、えー、コスパが悪いっていうのは本当にねうんだから力量の問題なんですよねうんあれやっぱり必要最小限の労力とか最低限稼げればいいっていうところにもつながるかもしれませんけどもいつも最低限とか必要最小限をやっちゃうとちょっとしたトラブルでもう対応できなくなっちゃうんですよですんで納期が 10 10日後にに示されていいいいいた場合は、今日中に仕上げるとととううかかね、10倍速ででやなななけ思んすよ。そうなると、例えば納期が10日後でした。今日納品しました。ちょっとリテイクを求められました。まだ9日余裕があるんですよね。で、どん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 改善していって、じゃあ本当の納期の時には、もう最もパーフェクトな状態ができるわけじゃないですか。でも大抵の方は納期ギリギリに出すんで、もう受け取らざるを得ないような状況になっちゃうんですよね、相手側が。という形で、お互いにレベルが低くなるっていうことがあるんですよ。 それでね、えーと、動画の中で、えー、いくつか気づいたこととあと私自身を振り返るところがあったんでそれをお話しして今回は気になるところの31話を終わろうと思うんですけどもあの一つはねちょっとこれ30話には出てこなかったんですけどもあ、まあ、やる気になるとかやる気にならないとかってありますよねあれね精神力ってみんなねあのばらつきがあるんですよね鍛えることはできるんですけどもほとんどの人が精神を鍛えませんそれと似たような感じで ほとんどの人は体を鍛えることができるんですけども、ほとんどの人は鍛えません。頭脳もほとんどの人が鍛えることができるのにやらないんですよ。だって鍛えるのって正直言ってつまんないんですよね。苦しいんですよね。コツコツやらないといけないし、すぐ結果が出ないんですよ。だからなんですよ。すぐに結果が出ますとかね。すぐに変われますっていうキーワードに弱いんですよ。ですぐにっていうのはないんですよね、世の中には。全然ないんですよ。でもあるというふうに勘違いする人がこのキーワードに騙されて、 詐欺にかかっちゃったりとか、袋小路が入るんですよ。でも結局は急がば回れではないですけども、一日一歩とかね、一時間に一個とかね、力のないうちは力のないなりに限界まで歩みを進めていくと、だんだん限界値って上がってくるんですよね。その結果、三年かかったけどもこんな暮らしになりました、こんな自分になりましたが完成するんですよ。でも早く変わりたいと思う人は、三年経っても五年経っても早く変わりたいと言ってるんですよね。 進歩がないという形でございます。はいで、全てを支えるのは精神力ではあるのかなと思うんですけども、精神力を鍛えている人ってほとんどいないんですよね。で鍛え方も知らないし、鍛え方を知ろうともしてないわけなんですよ。まあ、ですので、まそっか。塾には精神力を鍛えるコースっていうのもありましてね。そこではもう不屈の精神を鍛えて養っていく。それこそ食べ物、睡眠時間運動すること。どんな？ 文字に触れどんな人と触れるのかそして逆にどんな人と付き合ってはいけないのかってことをこと細かくそこではコーチしてるんですよ。でそれを守りきった人ってのは本当にそうなります。でもほとんどの人は守りきれません。精神力を鍛えるためのいわゆる筋トレにも応じられないつまりジョギングの段階でこけてしまうんですよ。これではねお金を稼ぐどころじゃないし人を愛するところじゃないんですよ。え本当にねおんぶに抱っこされないとゆりかごから墓場まで。 最後までもちろんいてもいいんですけども変わりたいと思っている人すらそれなんでまあ暗淡たる気持ちにはなりますねせっかくお金を払って私のところに来てくださったのにまあ言ってみればこの程度のこともこなせないっていうレベルになっちゃうんですよでこの程度ってのは本当にこの程度であってじゃあ例えば私が例えばですよ小学校の教科書からやり直しましょうかって言って本当に小学校の教科書を問い合せる人がいないんですよ うん、私先日捨てましたけども中学と高校の教科書は全編買って少しずつ読んでるんですよねもう先日やめましたけどもねあの49歳までえ50歳からやめようと思ったんでそんな感じでやっぱりね小中のレベルの低い勉強をやり直せるっていうのはねやっぱ多くの気づきがあって一から自分を鍛え直すにはものすごく分かりやすいコースなんですよでも 小中の勉強をマスターした人もマスターしてない人も舐め切ってもうやらないんですよね。もう二十歳、三十過ぎると。そういうふうな思い上がりを持っているから、じゃあ基礎的なことはできてないのに、じゃ中級クラスとか応用編っていうのができるますかって言ったら、やっぱりできるつもりで勘違いした方向に進むんですよね。うんはい、そして二つ目の今日のキーワード。 1>, 1つ目が精神力のことなんですけど2つ目のキーワードはね普通の人ってことなんですよで私も普通の人そしてタカさん自身も普通の人と思ってらっしゃいますそういうふうな発言がありましたでも結局は普通の人のままでは普通の人と同じ結果であり普通の人と同じ思考なんで言葉ではねいや私はまあ普通の人ですからっていうのはいいんですけどもでも心の中に自分だけでね普通の人ではないっていう確信を持たなくちゃいけないんですよね、うん、だって 普通の人って何かなっていうといわゆる世の中の中平地に近地を示してるわけなんですよ。特に私たちは稼ぎについてのお話ししてますインターネットを使った稼ぎですよだからそうなるとほとんどの人がやっってていいる苦労をしななことなんですよ、うん、まあ好きでやるなら仕方がないんですけども、まあ、例えばね寝る間を惜しんで働くみたいなことをやっていたらこれはブラック企業の労働者と同じなんですよね つまり普通の人の人中を脱しないわけですよ自分なりにいろんな解釈があると思いますけども客観的にそこまで、うん、いわゆるね仕事に困り稼ぎに困っている状態では普通の人以下かもしれないですよねだからね普通の人じゃない自分をどっかに持たないといけないしそこに目指さないといけないしでそこそこやったんだったら達しないといけないですよねそこをね まあそういういととここでです。す。普通の人を出せよってことです結局は普通の人じゃない生き方をしているようであって普通の人にもなってないっていうね悪い方向に普通の人じゃないになってしまうんですよね。でこれをね自分で認めるのは怖いんですけども勇気を持ってここは自己否定を持ってい,けな,い受けなければならないかなと思いますね。自己否定ね。自己否定ってのは人格否定のことではないんですよ。よく勘違いされる方がいますけどね。 自己否定っていうのはまだ自分には打つ手があるはずだと思うことなんですよ。自分の苦手分野は得意にできるはずだと思うことなんですよ。これが自己否定です。つまりは自分に限界という蓋を閉めていってしまうのをいや違うぞって思えることなんですよ。だから最もね単純なことは自分にはもう限界だって思ってるしまうことなんですよ。あれ非常に簡単ですよ。陰謀論みたいなもんで根拠がない結論を出すわけなんですよね。うん、自分にはもう限界だってやつですよ。どう限界なんでしょうか <laughs> 限界だというふうな判断のスタミナがある限りはまだ1本2本できるんじゃないかなっていうふうに思いますけどこれはだから精神力の問題にも関わってくるんでまあここも力量の差が出てきますねもうありありと出てきますまあなんか気の毒なぐらい出てきますあの背が高いとか低いとかって本人の選択とか努力にはあんまり関わらないところだと思うんですけども同じようにもしかしたら体力とか精神力とか頭脳とか ひょっとしたら生涯に稼げる賃金も生まれた瞬間に決まってるんではないかなって思えるぐらいまあ行動っていうのがね気の毒なぐらい格差があるんですよね行動格差思考の格差まあ自分はたまたまうんへこたれることがなかったりとか結構うまくいってる方だと思いますんで浮き足立たない限りはねなんとかいけてるんじゃないかなと思いますけどもその面ではまあ運がいいんですよね私はね自分の努力とか 自分のなんか力量が備わったっていうのは後付けで結局運がいいんですよ私の場合はね <laughs> 何をしても運がいいんですよでも多くの人はあの自分の力で自分の人生切り開いていくところに美徳を感じるんですけどもでもそれはそれで大事なことですけども圧倒的な運のなさにはかなわないっていうところもあるんですよねあの昔私マージャンやってたんですけどもあのハイパイが配られた瞬間にね上がってるわけですからどんな実力者もかなわないでしょでそういうい運に まあ、見舞われるとかね恵まれるっていうことを多くの人はあんまり考えてないんですよ、まあ。運ですよね。そして置かれた状況が運がいいのか悪いのかっていうふうにこう発想の転換することも大事なんですよ。例えばさっきの例でいうと麻雀ねご存知かどうか分かりませんけどもパイが配られた瞬間に実力とは関係なく運で勝つ人がいるんですよ。それは認めないといけない。運っていう要素が麻雀にはあるから。ね、となったら。 あ自分はいっつも運が悪いなと思ったらそれをやめなきゃいけないんですよ運が悪いんで,でどう考えても勝てないわけですよでもちろん1万年ぐらい寿命があると運っていうのは均等化されますんでつっぺになると思いますけども残念ながら人間の寿命は短いんで運のいいうちに寿命が終わったり運の悪いうちに寿命が終わったりするんですよねで運がない人は運に対抗するべくコツコツと積み上げる力っていうのが必要になってきますよね、うんまあ、そんな感じですか普通の人脱するという まあそういういキーワーワドが2つ目です3つ目、えー、と短くけども響くキーワードを使って自分と同じ波長の人を呼び寄せて自分と違う波長の人を遠ざけるっていう効果これ速下塾の中でもやってるんですよね例えば速下塾っていう塾のタイトルどうですか速下塾っていう言葉にピンとくる人っていうのは速下塾に興味を持つし速下塾というキーワードに何も思わない人は速下塾のことを興味を持たないいわゆる縁がない状態になるんですよ でまさに私は塾の名前にそれを掘り込んでるんですよね。即化塾。もしくは即化力。力ですよね。即化力ってこれにピンと来て、おいけそうだなと思う人はセンスがあるんですよね。私に対してセンスがあるんですよ。でも、響かない人っていうのは、仮に強制的に即化塾入れても何もやらないと思うんですよ。だから、いい感じで振り分けられてます。そして即化塾に入塾すると、いろんなキーワードが出てきます。その一つに受信力です。情報を受け取る力があるのか。 逆に情報を遮断すするる力力があるのか受信力ですね自分に必要な情報はしっかりと受け取るんだけども不要な情報は面白くて興味があっても無視するっていう力ですね多くの人がこれはできません目先の楽しさ甘さ緩さが好きだからですでもそんなことでエンターテインメントに紛れてる限りは自己の成長はしないんですよでアメリカに日本に対しての 3S 政策っていうのがありましたそれは3つの S ね 何があったかなサイエンススクリーン映画映画というエンターテインメントでテレビというもので人間を洗脳しかつ生命の時間を失わせることテレビを見てる間は何もできませんからねせいぜいご飯食べながらテレビ見るくらいでしょそれからスポーツスポーツにかまけるようになるとスポーツを趣味にするとほとんどの人は時間とお金を失うだからスポーツをどんどん流行らせようという政策3つ目がセックスね 性的な関心事をどんどん広めていって性的なことを仕事にさせる性的なことを趣味にさせることによって人類の時間を日本人の時間を奪おうという政策ですよねでこの3つが日本に敷かれたんで日本人は成長を止めたことになるんですよねまあ戦後そういう政策が本当に惹かれたみたいでまんまとそうなっちゃったということでございますそれでもね昭和世代に生まれた方はそういったサイエスにまみれずに頑張って働いてこのバブルっていう時代までね このの日本をのし上げて世界第2位の経済大国にしたんですけどもその豊かな時代に生まれてしまった人っていうのはその三円相をがっぽりと受け取ってしまって結局人生の貴重な時間を貴重じゃないものに費やしてしまうってことになるというふうな分析があるんですよそう考えると怖いなと思いますけどねだから受信力が必要なんじゃないかなと受け取らないってことです私スポーツの趣味は全くありません <laughs> スポーツはね何が面白いのか人がやってるスポーツが面白くないんですよね <laughs> まあ自分がやる分にはね 楽しめたりするんですけども、うん、あの武術とかね今はスポーツじゃないですから格闘技ですけどもまあでもこれもなんか新 3S 政策に紛れてるのかもしれません、うん、はいそれでね展開力ですね3つ目のキーワード今日はこれで話終わりますけども一つのキーワードに対して自分の見識を持ってどのぐらい物事を広げていけるかってことなんですよこれは悪い方にも使えますいわゆる上げ足を取るとかね最近で言うと論破王広之っていうのがいますけども あの人っていうのは人の会話の矛盾をついて何で嘘をつくんですかっていうふうにすぐに揺さぶりをかけてくるんですよでも人は嘘じゃなくって会話の節々に整合性の取れてないキーワードが刺さるもんなんですよねそれは仕方がないです一つの会話の中にはその会話で完結するものがあり長い会話を続けているとどっか矛盾点が出てくるのは仕方がないんですよねでもそこをついてね嘘でもないのになんで嘘をつくんですかって言ってあの相手の反論を止めたりするんですよ 姉妹には相手に恥をかかしたりとか相手の痛いところをついて怒らせたりとか言ってあの議論を、ね、破綻させるんですよね。議論を破綻させてそして「いやあなたの言うことおかしいですよ」ってううにまとめて、えー、相手がねもう何も言えなくなってすごく嫌な思いすることをニヤニヤして笑ってるというのは最低の人間ですけどね。うん、でもね、そういうふうういに使うんじゃなくって、 まあ相手の言葉をね、好意を持って解釈を広げていくとか、学びに転換していくっていうこともできます。それがまあ展開力であります。よく Twitter とかはね、私も Twitter っていうのは、あのフォローしてる人は少ないんですけど、見るんですけども、あの展開するんですよね。短い言葉の中で、大事なことを言ってるんじゃないかなっていうのを展開して、展開して、展開して、それこそ、20文字ぐらいしかツイートしてないものに対して、800字とかね、1000字とかね、 五のの文章を書いいたりすするというのが展開力なんですけどもねそれによってツイッタートレンドみたいなあの、まあ、どれ何動画コーナーもあったりするんですけども私の場合はねツイッタートレンドっていうねあの再生リストシリーズがありますけどもあのそっちの方には多分お話しした人の意図してないところまで話を広げて一つのストーリーにして気象転結にまでまとめるっていうそういうようなトレーニングがあったりするわけなんですよ。ということでね今回は自分の考えをダラダラと申し上げた形になって。 高さんの短くてシャープな動画とは対照的になったんですけどもんまあいかがだったでしょうかということでございます31話は以上のような形で終わっていきますけども、えー、多分ね32話はねタカさんまたね私の想像を超えるような素晴らしい動画を作ってくれるんではなかろうかと思いますで前回もお話しましたけども私もそうだしタカさんもそうですしあの YouTube で生活を成り立たせている家族を養っているっていうところでは、えー、共通していると思うんですよでそういう意味でね YouTube をご覧になっている方、できれば YouTube を見る側から見せる側になって、えー、稼げない人から稼げる人に変わった方がいいでしょうね YouTube せっかく使ってるわけですから特に今ね、あのー、円安なんで YouTube ってドル建てじゃないですかいつもより給料がねなんか1.2倍ぐらいだと思います <laughs> お得な時に YouTube 初めて見られたらいかがでしょうかそれではお疲れ様です。